旧三次銀行本店、後芸備銀行広島銀行三次中町支店となり、現、三次市歴史民族資料館。株式会社三次銀行は、1921年12月に、広島県太見郡三次町に設立された銀行で、広島銀行の前進業の一つである。1920年10月、 広島県下7行の2位立て合併による、ゲイビ銀行の設立に参加した3次貯蓄銀行が解散すると、3次に本店を置く銀行は、和田銀行のみになり、地元の商工業者から金融の利便を理由に、新たな銀行の設立を求める声が高まった。当時、戦後強行によって中小銀行の経営基盤の脆弱性がアラーとなり、国、県が、 銀行統合政策を進める中新規の地方銀行設立は困難な状況となっていたが、地元の名簿家である中村周一、熊見、吉則、吉中長武の3名の尽力と中村と信仰のあった広島市出身の県政会代議士、早速西南寺の終戦もあって三次銀行の設立が実現した。 以上を背景に三次銀行は1921年12月30日に二見郡三次町に資本金100万円、払い込み資本金25万円をもって設立され、翌1922年3月に三次の本店のほか東芝市に支店を置き、開業した。初代東取には東芝の設立に奔走した一人で二見郡でも、 有数の大地主で三次貯蓄銀行の役員も、歴任していた中村周一が就任し、他の吉中は副当取、吉中は専務に就いた。その後島根県下の西店を含む七支店を増設し、1927年には三次、中町に鉄筋コンクリート造りの本店を新築するなど、営業を拡大した。1931年6月に三次、実業銀行が、 破産宣告を受け解散に追い込まれると、東高は三次に唯一本店を置く銀行として、地元の信頼を得て、顕著な経営を維持し、1937年時点で、県下に本店を持つ五行の一つとなった。小規模ながら、地元三次に基盤を置く健全経営を続けていた東郷は、他行との統合に消極的な態度を取り、 大正末年に三次実業銀行の資金繰りが悪化した際に監督官庁より同行との合併を進められるも拒否し、その後、第二次世界大戦中の1942年頃、一県一行政策に基づき警備銀行との合併を進められた際にもこれを断り独自経営を貫いた。しかし、戦争末期になると銀行報道を求める国、県の圧力はますます強まり、 このため東稿は、ゲ美ビ銀行、広島合同貯蓄銀行、クレ銀行、ビナ銀行の4行とともに、ゲ美ビ銀行の2位立てに参加し、1945年5月1日の同行設立に際して解散した。東稿の解散により3時に本店を置く銀行は、消滅したが、元専務の吉中が新銀行の取締役となり、地元経済との連絡役を務めた。 開業当初は三時の本店のほか十日市に支店を設置したが、その後県外を含む7支店を新設した。1927年、三寺中町に新築、竣工した鉄筋コンクリート造り2階建ての本店は、芸備銀行の発足に際して、同校の中町支店として継承されたが、1950年に店舗としては廃止になり、 翌1951年に三次郵便局庁舎となった。しかしこれも1977年の郵便局移転により庁舎としては廃止されたため、1979年に三次市に払い下げられ、翌1980年に三次、私歴史民族資料館として開館した。1997年には文化庁の登録有形文化財となり、 2013年には、改修されて1階に、辻村樹三郎人形館を併設し、現在に至っている。ありがとうございます。